前大友は、飛鳥時代の人物。聖は新。日本初期巻、第22によると、水古天皇18年白、白木、三魔の詩人、敬に至る。世の日に、ぬかたべの蓮平府ラフに命せて、白木の客向かうる相場の長とす。柏での大友をもって、三間な客向かうる相場の長とす。すなわち、後の川辺の館に安を蹴る。前 大友の名前が登場するのは、この一箇所のみであるが、この後の記述を読むと、白木、美真奈の客人をそれぞれ別に接待しており、大和政権が白木に、美真奈の長を献上することを強いていたことがわかる。また、この時の主導したのは、蘇我馬子、絵面であり、聖徳大使が参加していないところから、追との交渉は、大使、朝鮮半島関係の交渉は、 孫という役割分担ができていたのではないか、と、直木光二郎は述べている。柏弟子は、天皇の久語の料理、友仙のことに奉仕した一族で、初期末期、第29によると、天武天皇13年11月に、阿村の姓を賜り、新先生四六左京公別及び、高橋氏文では、天武天皇12年に、死の名を、高橋氏と改めたと記されている。そして、 安住の死と共に内禅部禅を世襲し、島国、若狭国の国史に任じられたりしたという、ありがとうございます。